テオフィル・スタンランによる、表紙へ、ジルブラス、ギルブラス、または、レ・ギルブラスは19世紀末から20世紀初めに、パリで発行された定期文芸誌である。1879年11月に、彫刻家のオーギュスタン・アレクサンドル・デューモンが創刊した。使命は、アラン・ルネル・サージュの小説、ジルブラース物語から取られている。有名ないくつかの小説は、 書籍として出版される前にジルブラスに連載された。例えば、エミール・ゾラのジェルミナールや制作などがそうであった。モーパスさんの短編小説も定期的に掲載された。独特な差し絵や劇表でも知られていた。作品を掲載した人物には、演劇評論家のリネブルム、詩人のアレクサンドル・ボーグドン・ピテシティ、作家のアベル・エルマンがいて、差し絵などは、 テオフィル・スタンダニア、アルベール・業務ームが描いた。1914年まで定期的に発行され、第一次世界大戦の開始で休館になった後、1938年まで継続的に発刊された。美術の分野のホービズムの名称は、1905年のパリのサロン・ド・オトンヌのアンリ・マティスらの作品をジル・ブラスの評論家。 ルイボ・オクセルがあたかも野獣の檻の中にいるようだと評したことに由来する。このコメントは1905年10月17日のジルブラスの記事となり一般に使われるようになった。1887年に劇作家ビクトリアン・サルドゥーのオペラ、オペララ・トスカの投資稽古を見た記者が初演の朝にそのプロットを掲載し、サルドゥーから損害賠償の訴訟が起こされた。 1888年に掲載された小説が公共の道徳に反しているとして、作家の神ゆるもにえは起訴され、罰金刑を受けた。ありがとうございます。